ここは海です。波がすごいです。震災の時はこんなに高い石の上を乗り越えて、でこんな風にしてしまいました。10年後の僕はどうしていますか？21歳ですね。21歳の僕は今プロバスケット選手になっているかもしれません。今から水晶の体育館に入ります。行ってみましょう。ここが僕たちのいつも靴を並べて挨拶しているとこです。やってみてください。挨拶ここで並んで挨拶をします。やってみてください。よろしくお願いします。お世話になることにいつも挨拶をしています。そうしたらみんなバッグをここに置いて場所を履いて練習します。終わったとき、始まるとき、走る練習するときと3回挨拶します。ここがゴールです。僕たちが毎日使ってたゴールです。ここが水の入った場所です。はっきりと線が見えますね。ここも地震で板が取れてしまって水も入っちゃいました。開かないですね。海昭和の体育館は今はもうこうですけど、あれを見るように運動会はできているようです。上から見下ろしてみると、水もすごくて、ここはもう通った時にはヘドロだらけでした。道路がヘドロだらけで、で墨昭もいろんなものが流れてきたからガラクタでいっぱいでしたね。ここのらへんにお父さんの会社がありました。10年後の石巻は瓦礫もなく、ハエもいなくなって、壊れている家も全部治り、住みやすい町になってほしいです。それに10年後の僕はプロバスケットチームに入って、お父さんやお母さんやコーチ、監督を喜ばせたいです。挨拶やってみてください。あったー。